メルキオルもだらしないね。ヨドスもあんな奴のどこがいいって言うんだか。名高き剣の乙女相手なら仕方あるまい。少々早いが段取りからは外れていないしな。どうやら単に兵ゆえと戦争するだけが目的じゃなさそうだな。そちらの装置も含めて一体さてね、せっかくこんな廃墟組んだりまで。かの企業と契約する裏技使いに東方人街切っての若き使いで、兵ゆえとの決戦を前に少々肩慣らしに付き合ってもらおうか。抜かせ。かの企業情報通だな。スタンキャリバー、数年前からかの企業がテスターを募集していた試作品。どんな状況にも対応可能な性能を持ちながら、よもや使っているものがいるとはな。そっちこそ軍用格闘術にしちゃえげつねえ武装を使うじゃねえか。それも含めての旧大公国式かい。やれやれ、これだから男ってのは武器なんざ使えりゃ何でもいいだろうに。ま、数十もの単身を一気に放てるこいつは、こいつで屈強な男どもの体をズタズタにするのが気持ちいいのさ。まあ、お嬢ちゃんたちみたいな。戦場に男も女もありません。防御シャードで備えろ。少しは防げるはずだ。さっきから聞いてりゃ、くだらねえことをぐちゃぐちゃと。聖たちの仇やコートの平穏、理由何より俺はてめえ自身にけじめをつけるためにここにやってきた。助っ人に頼るのは尺だが、ここでまとめて決着をつけてやるよ。そうこなくっちゃ。メインディッシュの一つはあんただしね。抑えきれぬ怒りと残機の全てをぶつけてみせるがいい。相手になるぜ。可愛がってあげるよ。見せてもらうぞ、アーロン・ウィー。崩せるかダイヤモンドガード。負けません。上げていこうぜ。ドライブ開始。無駄な、ベノムイーグル。返り討ちだ。ブーストが有効だぜ。かかってくるがいい。ザイファ駆動。ブーストが有効だよ。ザイファ駆動。やっ。そうだよ。やっ。ザイファクだ。ほらよ。好機です。これは効きますよ。ターゲット捕捉。逃がしません。バーサ。ブーストチャンス。切れろよ。頑張ってください。砕けろ。フィーバータイムだ。おまけだ。無駄な、ベノムイーグル。私が相手です。大丈夫です皆さん。大いの光の宴会、我らに息吹を与えたまえ。感謝します。望むところです。
て逃がしません。チャンスだ。スキル発動よ。フィーバータイムだ。決めろ。アロー。ぶつかり合う。させません。覚悟はいいか。スリア。刺激の押し入れ打ち負けだ。行きます。メリちゃん、ターゲット捕捉、逃がしません。チャンスだ。スキル発動よ。行くぞ。吹き飛べ。私が相手です。ブーストリル最大です。炎のカゴ。ドライブ開始。無駄な。ベノブリードル。やあ。感謝します。行くぜ。ここはお任せを。大いの光の宴会。我らに息吹を与えたまえ。感謝します。条件がアップです。もうあった。ここだおっさん。ざま。シールド展開。望むところです。上げていこうぜ。しまいにしよう。フェイク。ブーストリージリミット解放。おまけだ。こんなのはどうだ。シールド展開。チャンスだ。こいつは効くぞ。ここだおっさん。どうだよ。シールド展開。逃がさないよ。カラミティーライン。望むところです。そこだ。ターゲット捕捉。逃がしません。生意気な。アローさん。おまけだ。任せたぜ小娘。させるかよ。チャンスだ。お見舞いよ。押せ。後期です。おまけだ。崩れた。アローさん、かかってくる。派手に切れるぜ。舞い上がれ。ホーラウル。ブーストリル上限突破だ。やあ。バンソン。お見舞いよ。おそいく。だけだけボルテキュー、ブレイカー。望むところです。はあ、これで切れます。やー、とどめです。イグニスランペース。なるほどな。限界突破だ。許さねえ。絶対に。あ、アローさん、なんという危機。落ち着けやキリンジ。このままだと
こいつらの狙いにはまっちまうかもしれねえぞ。何？さっきその女はお前のことをメインディッシュの一つと言った。おめえの一つはあくまでヘイウェイとの決戦なんだろうが。やれやれ、あとまあいいさ。ここまで来たら全部教えてあげようじゃないか。まずは昔話。いや、コート・ラングポート、とりわけ東方人街で伝えられてきた、数十年から百年に一度時代の節目にコートに現れるという、ヘイウェを含めた東方人たちを導き支配し霊属させる絶対的な存在。君主にして戦士、絶大な力とカリスマ性を備えた。いつしか威風を込めてこう呼ばれるようになったという。タイ君とな。タイ君、あのおばあさんから聞いた。この地と同じく長老たちに封じられた。いずれにせよ大昔の話なんだろうが。そう、先代のタイ君がコートに現れたのは代々の中でも特に傑物だったそうでね。ヘイウェやインすら従え、動力革命直後の変革期の中でも東方人たちの勢力をさらに拡大させたそうだ。そういうところは。だがその統治は次第に歪んでいった。ひたすら正しい判断を下すタイ君、正しさに従い創造し、正しさに従い破壊する。共和国政府の介入すらものともせず、のしかかる恐怖がコートを蝕んでいった。結局当時のヘイユエ長老たちは主として仰いでいたタイ君を裏切り、死闘の果てとある地にタイ君を封じ込めて、その場所がここヘイロンジャーイセンって。そんなことが。鉱山閉鎖っつうのは表向きの理由ってわけか。バカな。あちゅ、しっかりしろ。やはり聞いていた通りだったようだな、アーロン・ウェイ。お前が東大のタイ君だ。ふざけんな！俺はアーロン・ウェイ！お袋が亡くなって天涯孤独になったが、それでもみんなと面白おかしく暮らしてきた。そんなわけのわからねえ大昔の疫病神と一緒にするんじゃねえ！この黒竜城塞に来て思い当たることも多いんじゃないかい？この廃墟、壁や床を。なんだ、すごい油汗、アーロンさん。てめえら。その通り。それじゃあそろそろ。三つ目のゲネシス。おっと、ジョーちゃんたちじゃないよ。それはこの地に封印されていたもの、今それを前の主に返した。まさか。いけない。それを捨てろ小僧。暗き息吹が場の記憶を食らって。アーロンさん。いや、もはやすでに人を超えし者、コートに君臨する魔人タイ君だ。いこすね。主目的の一、あとは彼がラングポートと。それが次のシナリオか。そうさ、40年前に会ったタイ君とヘイユエたちとの死闘の再現、
ゲネシスとやらがそいつの元にあれば殺した相手を指揮に変え支配下に置ける。いかに今の変ゆえの規模でも相当手こずるのは間違いないだろうさ。そこまで至ればギルドに警察、いずれにせよその混乱に乗じて俺たちは兵ゆえの長老どもを仕留める。クソが、はあ、危ない危ない。どうやら俺たちへの怒りもまだ持ち合わせているようだな。前世と根性の想念と魂がちょうどいいじゃないか。滅ぼされた先代の恨みと融合して文字。これが最後だ尻尾巻いて逃げさえすれば。だそうだ。聞けません、ゲネシスもですが。ったく、予想通りのお返事だ。フェリー、なんとか時間を稼ぐぞ。アリエスさん、させるかよ。でたらめすぎんだろ。ああ、また無茶してるわね。したくてしてるわけじゃねえっつの。また出た、メアちゃん。それこそ悪魔みたいなやつがいるけど、どうするの？言うまでもねえ。行くぞ、迷惑を。了解、私に。って今なんて言った？レアちゃん、私にも手伝わせてください。ってまさかの加勢？ああもう、もろもろやってやらあよ。シャード解放、テイクザクレディル。クレイユの時の、これがゲネシスを通したバンさんとの共鳴。
私が相手です。
固まってきましたね。虫けらどもが、なんとかしないと。ドライブ開始。感謝します。様です。これでアーロンさん。ああ。
ケン、ジョー、もう打つ手が。たまにふと暗い穴がぷっかりとすぐ足元に開いてる気分になることがある。そんな時、ダチどもやアシェンたちの顔、ヘドが。俺は俺自身に証明する。ダチと共にこの町を守ることによって、俺がこの町にいてもいいんだって、みんなと一緒でもいいんだって。あいつらが、お袋が愛したこの町のモヤを晴らすためにも頼む。聞こえてるか、アーロンウェイ。ダンさん、ダメです。もう声なんて届いて。聞こえてるなら返事をしろ。目を覚ましやがれ。俺は体育。俺は体育。反応した。バンさんの言葉が届いて。体育なんかじゃねえ。お前はアーロン・ウェイだ。コートの麒麟児、ラシューの召喚王、東方人街の申し子アーロン。散々生きり散らしてたくせに忘れてんじゃねえぞ、クソガキが。戦わねば、導かねば、支配せねば、それが我が使命、我が宿命。甘ったれるんじゃねえ。宿命、生まれ変わり、んなくだらねえもんのためにてめえの人生を差し出すつもりかよ。言っただろうが、あの町に住んでる連中が好きって。おふくろさんが愛したあの町をその手で守ってみんなと共にいたいって。なのに全部放り出して化け物なんかに壊させていいのかよ。アーロンさん、思い出してください。あなたを大事に思っている人はたくさんいます。アシェンさん、アルさんに、ジャックさん、東方人街の皆さんに、ヘイユエの方々だって、みんなあなたの帰りを待っています。きっと今はいないお友達もアーロンさんにはアーロンさんのままでいてほしいはずです。ですから負けないでください。それでもてめえがタイ君を運命っつう安易な道を選ぶのなら、それはただの逃げだ、甘えだ。てめえの足で立てなかった証拠だろ。ずいぶんぬるいじゃねえか、アーロンエイ。好き勝手言いやがって、俺を誰だと思ってやがる。俺はの中が、ガキの頃から感じてた暗い穴。許さぬ我の使命、阻まんと平ゆえ、時の あ,
あんたもいろいろあったんだろうな。コートを愛し尽くして、それでも裏切られて。だが俺は今のコートをあんたに滅ぼさせるわけにはいかねえ。ケリをつけようじゃねえか、怠慢でな。アーロン・ウェイ、我を継ぎし東大よ、定めを受け入れ、コートに裁きよ。共に裁けよ。終わりだ。死ね。フィーバータイムだ。行くぜ。乗り越えやがったみてえだな、アロンさん。彼の中で二つの息吹を感じました。多分それに打ち勝ってアロンさん大丈夫ですか。ああ、アイ君、
綺麗さっぱり消えちまった。ちゃんと。ようやく終わったんですね。はい、陽動も失敗ですし、今頃アルマータたちも撤退していると思います。大義であったな、裏解決屋にアーロンよ。ギュン、どうしてこの城塞に。先ほど到着したばかりでな、主らが解決できなかった時に備え、だが無用の備えだったようだ。今回の件、その働きにふさわしい報酬を取らせることを約束しよう。下に船も呼んだ。後のことはわしに任せ、アーロンはわしと共に来るがいい。傷も深いようだし。久々に会ったと思ったら。だがまあ、確かにここからは兵ゆえの出番か。よっ、はい。待てよ。は？どうした、スプリガン。報酬については、息子。それはありがたいが、そっちじゃねえ。あんた、アルマータと手を組んでやがったな。はあ？それって。兵ゆえとアルマータが本気で対立しているのは本当だろう。今回、お互いこの地でガチで戦争をするつもりだったのもな。だが、ある一点についてのみは、義援ルー。あんたと、密約。おいおい、な、あの言葉、外貨を通じ内観を見定める。ああ、外貨は当然だが、内観はつまりは大君ってわけだ。状況証拠だけならいくらでもある。一つは露天商が半グレに奪われてアルマータの手に渡ったと。あの露天商自体は誰かに託され、それを半グレに奪われた流れだが、あんたがアルマータの手に渡るように。ダン、そもそも兵衛が封鎖していたこの地に、それを回収して、そんな形で。それが政治だからでしょう。敵対者に直接渡す体裁にしないための。もう一つは、アルマータの連中があまりに40年前の話に詳しかったことだ。意図的に隠蔽され、街でも老人しか知らず、ほぼ口を閉ざしているような真実。北部のメッセルダムが拠点の連中に。誰？じいさん。三つ目は、あんたのそいつへの態度だ。昔は仲が良かったそうじゃねえか。家族ぐるみで。ムカつくが、そいつは人に好かれるたちだ。どうして？何の前触れもなく。嘘だろ。全部ザオが見込んだものとはいえ、よもやそこまで見抜かれるとはな。なんでだ、どうしてそんなことを。あんたは昔は優しかった。近所のじっちゃんとして、いつからだ、いつから俺のこと。ここ数年だ。かつての先代も主のごときあらゆるものを大いに引きつける若者だった。成長し頭角を現していく主は、だから確かめねばならなかった。まさか生たちが殺されたのも。答えてくれよ。当然備えはしていたが、幾ばくかの犠牲は織り込み済みではあったが。あいつら。これが今の兵衛のやり方だ。不満なら、この先は疑いようもなく混迷の時代だが、主が先頭に立つならば、ただしそれは非常にして大いなる。こいつを見越しに担ごうってか。しかもこいつ自身じゃなく。しかり。お
最初から連れて行き、そこまでです。これ以上はおやめください。サオ、わしの言いつけに反して。いえいえ、偶然ですよ。予想外に早く交渉がまとまったので参上した次第です。無事みたいね。こっちはあの幹部には逃げられたけど、マクシムさんたちはなんとか逃がしたわ。そうか。状況はおおむね理解しているつもりです。兵ゆえ内部の話とはいえ、そちらの彼はまだ民間人でしょ。強引に連れて行こうというのならギルドも黙っていられませんが。ふん、剣の乙女に灯台。いえ、五分と五分かと。良い気当たりだ。いずれモンドにも届こう。恐縮です。1年半ぶり。さらに腕を上げたみたいね。タイ君の件は聞いていましたが、敵と交渉して今回の段取りをするとは。いかに長老会とはいえ、あまりに独断が過ぎましょう。から話さなかったのだ。主は確かに時代の長老だが。ええ。ですが、力を借りる術は。そのようだな。そしてこれも主の縁というわけか。ならばこたびの件については、聖たちの犠牲は我が不始末。かの者たちの攻勢はこれから。残念だったね。せっかくあそこまで仕込んだのに。本命の目的は果たせたけど、ボスもがっかりするんじゃない？元より好みは私兵。トガを受けるならば従うだけだ。人のことを言えんのかい、メルキオル。あんたもクレイユでやり損ねたんだろう。まあね、代わりにいい候補地を見つけたけど。どの道、未だ前哨戦。ほどなくして次の戦端も開かれよう。そうだね。気に食わないが、あの二人とも連携しておくか。せいぜい仲良くしてあげてよ。どちらもちょっと行っちゃってるけどさ。あんた以上に行ってる奴がいるわけないだろう。どちらも一軍に比する戦力。使いどころを見極める必要はありそうだ。装置の件もあるけど、それにしても続けてか。スプリガン、どうやら縁があるみたいだね。
ッセルダム少女は完全撤退、コートにも平穏が戻ったってわけだ。少なくとも、でもヘイエイとアルマータの構想はむしろこれからが本番みたい。長らく共和国は離れていたインも、っていうかインが女性だなんて聞いてなかったんだけど、まさかサオとそういう、ああそれはないんじゃねえか。クロスベルに本命がいるみたいだし。バンさん、やっぱりお知り合いなんですか？そういえばエレインさんもご存知のような雰囲気でしたが。伝説の教師と永久遊撃士、バンさんはともかく水と油な印象ですけど。俺の方はまあ2年前の仕事でちょっとな。エレインは知らんが、多分表と裏で何か協力したんだろう。そんな風に勝手にまとまってくれりゃ俺の仕事も楽になるんだが。相変わらず事情通だね。そう言いつつ毎度首を突っ込むから。うるせえよ。にしてもどうも逃げ切らねえぜ。最後まで奴の手のひらの上だったような。ま、今回の件は兵衛の世代交代をある程度印象付けるものだっただろう。ファンターレンは亡く遺体が残っていた半グレたちについてもきちんと弔って亡骸を故郷に返した。完全に民衆の支持を得たってわけだ。で、それを支えるのがザオット。もともとクロスベルと帝国方面の利権を握っている上、今回早くも次期長老入りがささやかれてるみたい。くそ。はぁ、その怖さに痺れるんだけどね。あ、そういえばアニエス。当たり前だろ。バンさん、それは水臭いです。あの夜の後始末は大変だったもんね。ギルドに警察に海軍まで出張ってきて、結局夜行に間に合わず一応午後から出席しましたけど。真面目ね。あ、そっか、最後まで見届けたかったんだね。はい、大した力にはなれませんでしたが、それでもこの目で見届けて。いい女子たちに恵まれた。ま、エレイン嬢ちゃんは。だからうるせえよ。私の見ていないところで今回もいろいろあったみたいね。無事だったのは何よりだけど、綱渡りはいつまでも続かないわよ。そしてアニエスさん、やっぱり民間人のあなたが危険に近づくのは。相談事についてもそのうちギルドに切り替えることを検討してみて。てな話だったがどうよ。エレインさんは尊敬できる、とても信頼できる方だと思います。でも今回もひどい事件でしたけど、だからこそ得られた経験や。ですから引き続き。そうか。頑張ってね。はい。マザコン気味だから年下にちょっかいはかけないと思うけど。あはは、風紀ん？って待て、そういやあいつ例の難航の反動で確か半月は動けないんだったか。ああ、うん。おっさんと違ってまだ若いんでな。お疲れ様です。迷いませんでした？地下鉄っつうのは初めてだが迷いはしなかったぜ。さすが使徒、上がるデカさとは思ったけどな。なんだ、もう着いたんだ。それにしても決めるのも早かったね。生たちの弔いはじいさんと済ませた。ああ、部屋の契約もさっき下で済ませてきたぜ。はあ、どういうことだ。あんたがしゃしゃり出てきたおかげで俺は居場所をなくした。いや、改めて見つめ直すきっかけになった。じいさんやおっさん、サオとも話してしばらくの間コートを離れることにしてな。代償としてしばらく厄介にならせてもらうぜ。もともと首都には興味があったし、アルマータにゲネシスってのも気になる。大体のコツは掴んでるし、
裏解決屋も気が向いたら手伝ってやるよ。戦力的には頼もしいですだから勝手によろしくすんじゃねえ。あのジジイにサオの野郎、往生際が悪いなおっさん。あんたなら大丈夫です。でもこっちでみたいに。ああ、そんじゃ留守中。